どうも、よしふみです。今回は出張先での仕事後、のんびりとした時間を動画に収めてみました。僕のね、大好きなコーヒー、ワインの店をリサーチして満喫したんですが、よりこう素に近い姿をまったりと楽しんでもらえたら嬉しいなって思います。皆さん最後までどうぞよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、今日はよしふみの副音声付きでございます。なんか恥ずかしいね、こう自分の動画を見ながら自分でま解説といいますか、この時のことを思い出しながらね、少しお話できたらと思いますね。まずはホテルに帰ってきましたね。この日はね、名古屋でね、2ステージライブがありました。はい。で、翌日は三重でライブということで、この日は名古屋に泊まって朝三重に向かうという。はい。まあ、基本的に、まあ、仕事が終わって他のなんか収録等がない限りは自由時間になるので、今日はね、早い時間に終わっての、自由時間になります。ね、ちょっと疲れてる様子もありますが、このレッドブルはね、確かね、お客様に、はい、差し入れでいただいて、ちょっとライブ終わって飲もうかなって思って飲んでる感じです。そんなの見りゃ分かるって話だよね。いや、僕ね、基本的に遠征の時ってライブが終わったりするとホテルに戻ったら、まあ、ちょっとジムワーク、まあ、ジムが近くにあればジムに行くか、まあ、部屋でワークアウトするか、時間があればね、でもコーヒー飲みに行ったりするかとかなのかな。でもあんまり出歩かないです、僕、基本。はい。食事もね、コンビニで過ごして、コンビニで買って部屋に持ってきてっていう感じが多いんですけどね。まあ、この日はね、ちょっと動画も撮ろうっていうことで、はい、いつもと違った感じでね、はい、過ごしてみたんですけれども、はい、まあ、あれよあれよとなんか歯磨いたりとかいろいろしてますが、お、そろそろ出かけるんじゃないこの子は。はい、変な感じね。髪の毛を整えて行くぞって感じじゃないんだけど、お、相棒のね、はい、僕のバッグを持って出かけてますが、どこに行くのかな、どこに行くのかな。お、ちょっといい感じの、いい感じの場所じゃない？はいはいはい、来ました。そうなんですよね。ザ・カップスさんというね、カフェに、はい、お邪魔しました。そう、モダンでね、開放的な店内だったね。でもこう天気も良かったので、僕はこの日ね、テラスでちょっとゆっくりしようかなと思ってテラスにしました。ね、いい感じ。なんか5月だったんで気候もすごく良くてね、外が一番気持ちいい時期なんじゃない。お、ホットコーヒーと、ホットコーヒーと、なんだ、あ、思い出した、これね、ホワイトチョコチャンククッキー。そう、僕好きなんですよ、実は。僕甘いものも好きで、クッキーは特に好きです。美味しそうに飲んでるな。やっぱりね、こう仕事後のね、一人になった時間のコーヒーっていうのは至福の時ですね。あら、美味しそう、ホワイトチョコチャンククッキー。もちろんね、多少これカメラも意識してるとは思うんだけど、でもね、このほぼ素ですね。うまみたいな声は出てないけれども、甘いものが染みるのよ、仕事後っていうのは。はいはいはい。この時はなんだ、バッグから何を、iPad ね。何してるんだろうね。エアコンとして、あ、そうだ、僕大体、ライブが終わったらですね、その日の、ライブの動画、を見返すんですよ。はい。で、見返して、僕ね、ダンスの振り付けとか構成させていただいてるんで、その見返して、なんか気になった点っていうんですかね、フィードバックという、はい、を、こうまとめてみんなにこう送るんですよ、メンバーに。はい、そうそう、毎回ライブ終わったらね、そういった時間をね、はい。で、これはな、ノート出して、お、一丁前に、
そう最近ね僕、まあ、最近というか僕なんだコーヒーが好きだったりとか、あとなんだこの時は確かね温泉ソムリエのなんか勉強しようと思って温泉の勉強してたんじゃないかな、うん、ベタなところからね、うん、そしてまた食べると、そうねこうなるよね、トレイをどかしてノート出してうまそう、うまそうだなそうなんですよ。で僕ちなみに、コーヒー大好きなんですけど、もう基本年中ブラックのそしてホットコーヒーをごちそうさまということで、はい、ザイカップスさん美味しかった。ということで次はどこだ、あ、思い出した、バーですね。そうバーブノンさん、ダイニングバー、ちょっとねとあるビルの地下にある隠れ家感がねあるお店に行きましたよ。ここね静かでね落ち着いた雰囲気のお店で、うん、すごく良かったですね。生ハムと赤ワイン、すごい、あ、これチーズだね、チーズの3種盛り合わせ、もうね何が何だかちょっとよく分かんなかったよ。はい、ちょっとねお店としてはこう僕にはまだ早いのかななんて感じもしましたが、まあ店員さんもね丁寧な方で落ち着いてねこうゆっくり楽しめましたね。美味しそうに食べてるね。またそう、まあなんかねこのお店も僕の知り合いで名古屋に住んでる方がいて、で僕が宿泊するホテルの、近くでよかったらいいお店ないかなって聞いたら3軒ぐらいおすすめしてくれて、それでちょっと僕直感でここに行こうみたいな、そうそう、友達もいやヨシエフにはね多分ここが一番合うんじゃないみたいな言ってくれたんですけれど、さすがにちょっとね、でも僕はあれなんですよ、あまりこう行ったことない場所とか行くのがすごく好きで、ちょっとワクワクドキドキする感じが、うん、で一人で入ったという感じですね。これ止まらないですね。お、店員さんと何か話してますね。いい香りがするのかなこの料理。なんかねハンバーグを詰めたねメニューだった気がするね。ハンバーグ詰めたって意味わかんないけど、そうそうそう、美味しそうだねこれも。伝わんないか。でもねすごい香りが良かったんだよね、うん、店員さんも言っててこれ香りもうたくさん嗅いでくださいって言ってくるぐらい、いやすごいね。なんかこうやって見ると僕贅沢してますね、うん、なんかこういったねいつもと違ってこういった自分のこうライフスタイルをこう動画に収めていく努力をこれからちょっとずつ、ね、していこうかなと思ったのでこういった感じでね、うん、回して見てるんだけど、まあこういったね動画を撮ることによって新たに行く店だったり見るものだったり、感じることをね皆さんにシェアしていきたいと思いますので、どうかよしふみチャンネルもね、はい、よろしくお願いしますね、うん、なんかこの角度やだ何やってんのよ。そうそう、僕赤ワインがそう大好きなんです。今年に入って特に、うん、詳しくはないんだけどね。あら多分これねもう2杯目とかなんじゃないかな。うん、そうそう、なんかねこうここの、ブノンさんの食事のメニューはこう一品一品こうワインにね合わせて考案されてるってことなので、こう僕みたいにね詳しくない人間としてはねすごく助かりましたね。うん、なんかワインもこう注文すると頼むごとにこう毎回ワインを出して、あ、ワインのボトルをね、前に出してくれて説明してくださるんで、うん、なんかその話を聞きながらねそういったことも知れるの楽しいなと思って、これもちょっと何の味か全然覚えてない。まあでもなんかねこの日はこうミディアムボディっていうかのぐらいの重さから少しずつ重めのワインを頼んだ気がします。いや正直この日もっていうか、まあ名古屋に入ったのが朝一なので、朝一っていうか昼かなので朝に僕が東京出発してるんですよ。だから朝早くて、でライブ後にこういった感じでワイン飲んでるんで、すごくねワイン回るの早かったね、うん、これは酔っ払うかなとか思いながら、酔っ払ってんじゃないかなって思いながら、
はいはい、で結構このお店にはどれくらいいたんだろうな、1時間から1時間半ぐらい、いやいやうまそうな顔してんな、うまいなみたいなリアクション取りながらね、うん、でもなんか本当にこういった店に僕ね来ることあまりないんですけど、なんかこうワインに合うお食事で、お食事に合うワインじゃないけど、そういったものをこう楽しみたいんで、一品一品飲みながら、食べながら味わってる感じだね。最近こういうのが好き。家でもねそうなんですよ。家だとだいたいコンビニにある5、600円のワインしか買わないんだけど、こうそれに合う、まあ、生ハムとかさ、ナッツとかさ、そういったものを自分で用意して、チーズとか、まあ、コンビニとかで売ってるじゃん、それに用意して、それに合わせて食べてゆっくりするっていうのが結構好きなんだよね。30分かかりました、ありがとうございます。うまそうだね。なんかさ、すごいよね、ワインってさ、ワインによってグラスが変わったりとか、その味を引き立たせるためなのかさね、だから僕からしたら何のこっちゃわかんないんだけど、でもね、本当にこれからもね、いろんな場所でいろんなワイン楽しんでいきたいなって思うよね、うん、で、このプノンさんはね、確か、ハンバーグがね、おすすめって書いてあったんですよ。で、僕ね、すごい申し訳ないことをしたなって思ったんですよ。店員さんにハンバーグのことに言われて、で僕、あ、せっかくなんで後で頼みたいと思いますっていう話をしてたんですけど、全然忘れてました、ご飯。はい、なんか満足しちゃったんかな、ハンバーグにたどり着く前に。そう、なんかフードもさっき見た、生ハムとか、うん、の生ハム、そしてチーズとか頼んだりしながら、なんかね、3品から5品ぐらいかな、多分ね、ちまちま頼んだ気がしますね、うん、で僕がね、入店した時間はまだオープンしたばかりの時間だったので人が少なかったんですけど、まあ、1時間ちょっとしたらだんだんお客様が増えてきてですね、うん、僕はカウンターに座ってるんですよ、うん、でテーブルもなんか20席ぐらいあるって言ってたかな、うん、でも本当に落ち着いた大人なシックな感じの雰囲気で、逆に落ち着いたばっか言ってんな、うん、本当に休まりましたね。僕はこういった店好きですね、うん、もちろんこう店内が明るくてすごくこうね賑わってる店も好きなんですけれども、こういったね時間を満喫するっていうのはね、うん、仕事頑張ってきてよかったなと思いますね。はい、こうしてさ、お仕事を通じてね、こういろんな場所に行けるっていうのはすごくありがたいことだし、こういったお店も多分こういった仕事のきっかけがないと行ってみようっていうね気にはなかなかね、慣れないと思うからね、これからもね、まあ、こういったいろんな地方に行くたびにできる範囲でね、お店開拓してちょっと楽しんでいこうかなっていうふうに思ってて、うん、僕いつも部屋で、はい、この約4年間ほとんど部屋でコンビニでご飯を食べるなんていうことしてたからね、うん、こういったね、いろんなものをこう見たり食べたり感じるっていうのはね、歌う、ものとしてもすごく、アウトプットって意味では、インプットしてのアウトプットって意味ではね、いいことだと思うし、まあ、一度きりの人生ということでね、せっかくそこにいるんだったらそこの、まあ、美味しいものだったりね、まあ時間だったり心に余裕があるときはね、楽しんでいきたいなっていうふうに思うね。さあ続いては、お、美味しそうだね、はい、なんだっけなこれ、あ、そうそうそう、思い出した、ポテト、うん、ポテトなんだけど、ポテトは見ればわかるよね、これ確かクラフトポテトの、コオロギパウダーを添えてだ、そこの茶色い粉のようなやつがコオロギパウダー、はい、そう、ちょっとね完全に名前に惹かれてしまいましたね。これさ、みんなだったらチョイスするのかな、僕はなんかこういったちょっと危なっかしい感じっていうのかなのにこう興味をね惹かれてしまって、そう、毎回ねこういうの頼んじゃうんですよ。
そうそう。で実際ね食べてみたんだけど、なんかね不思議な感じはねあまりなくて、なんかね経験したことのある味な気がしたんだよね。まあ何かの味に近かったんだろうけど、まあ、コオロギパウダーっていうのはおそらく初めてだった。うん、でもね美味しかった。すごくね塩気もあって、でも店員さんも言ってたんだけど、まあ、食べたらこれほとんどどちらかというとポテトですよっていう話で、そうそうそう、まあ、パウダーをねちょんちょんってつけて食べるから塩みたいに、そうそう、でもなんか美味しかったな、うん、しかもこう飲んでる後半にね食べたからすごく美味しく感じました。よりね美味しく感じました。うん、みんなもこういうのチョイスするのかな。なんかちょっと酔いが回ってきてますね。もうだいぶ後半なんでね、対象にならないですね。うん、確かこのポテトで、ね、最後だった気がするんで、食べたもの。でも普通に美味しい。いやもう本当に約90分ぐらい楽しんだんじゃないかな。うん、いやいや楽しそうな顔してやがるわ。まあね、こういった表情もね今後見せていけたらと思いますので、ね、うん、おカメラ目線来た。ありがとうってことかな多分。違うんか、あそんな感じかな。うん、見てくれてありがとうねみたいな手で撮ってるのかな。まあでも本当に美味しかったですと、ごちそうさまでした。皆さん今後ともぜひよしうみチャンネルよろしくね。ありがとう、バイバイ。